こんにちは、速稼塾の久保です。まあ筋トレね、花根尾さん筋トレの方にもちょっと関心を示しているのかなと思いますね。まあでもこのやり取り何回か続けましたけども、だいたいやり取りは1回送ると1回戻ってくるみたいなのが1日ワンセットって感じですかね。まあ同時に他の方ともいろいろとやり取りしている中で、やっぱり1日にね10回ぐらいのキャッチボールがまあ、なされてる方がいるんですよ。それはね、動画の筋力が結構ついてる方なのかなと思いますね。筋トレいいんじゃないですかね。でもそのやり取りしてる間に腕立て伏せの5回でも腹筋の10回でもなんかスクワットのね3回でもできると思いますので、本気でやりたいなと思うんだったら何かが始まる前にもうすでにやっているっていう感じなのかなと思いますよね。よくこういう質問ねいただくんですよ。動画を撮りたいんですけども、YouTube でどんな方向性でやったらいいですかねみたいなね。で、その質問が来る前に、動画をその前に何本アップロードしましたって言ったら、まだやってないんですって、いろいろ決めてからやろうかと思うんですって言うんですけども、ネタを探してるところすら動画になるんだけどねって感じなんですよね。あと、どうしても動画のネタが浮かばないって方、別に動画のネタが浮かばなくたって、その辺の道路をこうやって撮影してるだけでもいいんですよ。で、何か画像にね自分のトークをかぶせてもいいですしね。例えば最近でしたらフィリピンのねドテルテ大統領っていうのがいるんですけども、なんか汚職に関わった政治家はみんな殺してしまったんだよっていう風なね発言があったんですけども、これ一つだってなんかネタになるじゃないですかすごい人ですよねドテルテ大統領ね。以前覚醒剤を持ってるやつは全員処刑にすると、だから今のうちに名乗り出てこいって言ったら何十万人も名乗り出てきたらしいですね。もうね強烈なね犯罪者のあぶり出し方法ですごく早いなと思うんですけどね、このドテルテ大統領。日本でもそれすりゃいいのにね。日本ではこの前広島でね、なんか河井克行っていう汚職をした国会議員が3年間の禁錮刑ですかね、懲役刑、これ実刑になったわけですけども、なんかそれを不服としてね上告してるらしいんですよ。いやお前がやったことだろうみたいなね。汚職っていうのは事故はありませんからね、意図的にやるしかないですから。特に買収っていうのは、だから全員処刑にしてしまったっていうドテルテ大統領の言葉をね聞かせてやりたいなと思いますけどね。はい、それでですね、今回なんですけども、そうですね、まあネタに尽きないんでどの方面から攻めたらいいかなと思うんですけども、まあそうだな、じゃあこれいきましょうか。再生数稼ぎですかっていう質問ですよね。これね、 YouTube 活動をしていたら本当にねこういう風な的外れなね質問をいただくんですよ。コメントとか嫌がらせとかね。YouTube をやってる人が再生数稼ぎ以外の理由あるんですかと。再生数稼がなくてもいいよ、ゼロでいいよっていう人が動画上げますかね。まあそういう奇特な人はね、私みたいなものしかいないですよ。だからね、いかにねやってる方がトンチンカンなのかってことなんですよ。私ですらね、数字が走るっていう言葉を持ってます。要するに自分のやりたくもないことを再生数目当てでやるっていうのは、これ数字が走るというふうに言いますけども、再生数取れるから仕方なくやるってことでだったら一般のマスコミと変わらなくなっちゃうんで、私はそこを一線を隠してるんですよ。もちろんやってる人がいるのはやればいいと思いますよ。私はやらないってことなんですよ。その中でね、じゃあ久保さんだったら再生数を狙うためにどんなことやりますって言ったらね、これはね今だったら暗号通貨、そして FX などの投資、特にサムネイルにチャートのそれっぽい画像をねドーンとはめて、でタイトルに何とかかんとかクエスチョンってつけると、これはねアクセスが取れる可能性が高いんですよ。今だったらね、まだ下がるビットコイン大暴落の兆しとかね、でハテナつけとくんですよね。そしたら多くの方は投資に自信がなくて、それなのにそこにお金を割いてますから不安なんですよね。でその不安を打ち消そうと思って、そういったタイトルやサムネイルを見かけたらやっぱりねクリックしちゃうんですよ。で分かってない人っていうのは分かってない動画のことが見抜けないんですよ。だから再生数は集まります。で分かってる人っていうのは洗練された分かってる人の動画っていうのを見つけて有料で買うんですよ。有料でね、そういった本当に大事なのは無料のマーケットに落ちてないですから、やっぱり有料のところに行くんですよね。
もうすでに YouTube で検索してどうこうってことにはなってないかもしれません。もしかしたらね、そういった超有料情報を集めた LINE グループなどに入っていて、そこで吟味してるかもしれませんよね。で、 YouTube というプラットフォームも使ってなくって、すでに別のね動画サイトに移行してるでしょうね。そういうふうに、まあ、この話すると長くなっちゃうんですけども、要するにね、当たるものはどんどんやれってことなんですよ。で、みんなの銀行なんてすごくいいプランじゃないですか。これを毎日やらないなんてことあり得るかってことなんですよ。だって動画アップロードしたら、とりあえず多くの人にね、あ、こんなのがあるんだって気づいていただく。これでもうワンポイントなんですよ。ツーポイント目は、ちょっとやってみようかなっていうふうに思わせる人が出てくるんですよね。そしたら、その方は紹介コードを使って登録するかもしれない。それがまあこの1週間10日に現れてると思うんですよ。その次のポイントってのは、その人が自分の紹介コードを持って、私たちと同じように拡散活動していくってことなんですよね。そうしたらもうね、人の人生を変え始めてるんですよ。だからそれの連続なんですよね。今回はみんなの銀行ってものを取り扱いましたけども、自己アフィリエイトでもモッピーポイントサイトでも、人に影響を与えてその人を動かしていく、その人が、あ、これはやらないとっていうふうに自発的なエネルギーに火をつけていくってことね。これを私は再生数稼ぎのもう最たるものと言ってますね。これ何がいけないんですかね。再生数稼ぎで多くの人を、人生をね、変えて動機づけをしていいじゃないですか。じゃあ逆にね、再生数稼ぎですかっていうふうな人に聞いてみたいんですけども、あなたは再生数稼ぎとは言わないけども、誰かを動機づけするためにどんなことをするんですかってことですよね。今何をやってますかとかね、どうなんですかって、人の批判をしたりとか、分かったふうに誰かにね、そうやってけしかけてはいるけれども、あなたはどうなんですかってことですよね。そして最後になりますけども、そういうふうなコメントを書く人ですら私たちの動画を元になっているということでですね、結局操られているのはどっちですかってことなんですよね。はい、ということでね、私もね、いろんな批判的なコメントをいただきますけども、それは動画が1万本以上あってね、総再生数がね数千万回になれば、それは出ますよ、それは。だから気にしないことですよね。歩けばいろんな風が吹いてくるということでございます。で、花屋根本さんはね、こういうふうなアンチコメントに対してはどういうふうに対処されてるでしょうか。今回のテーマね、しばらくアンチコメント、これをねテーマに持っていこうかなと思います。